ワークホースはイギリスの競争馬。主な勝ち倉は2010年のダービーステークス、外線門賞9月のグッドウッド競馬場のメイドンでデビュー。最後の直線で馬群の隙間を縫うようにして、鋭く伸び、6馬審査で圧勝したそのデビュー戦の内容が高く評価され、2010年クラシック戦線の有力候補に名を連ねた。続いて、 オータムステークスに向かう計画もあったが、結局2歳児は一戦のみで翌年に備えることとなった。2000ギニー、ダービーともに前売りで上位人気となっていたワークホースだが、結局2000ギニーには出走せず、ダンテステークスから指導することになった。そのダンテステークスでは、ケープブランコからサンバシン4分の1差の2着に敗れた。関係者は、 キャリアの浅さによる幼いレースぶりと、硬すぎた馬場を敗因に挙げている。この敗戦により、陣営はダービーへの出走を一時的に保留としたが、一周、前の追い切りでの満足いく動きを見て、ダービー出走を決めた。こうして迎えたダービーでは、最後の直線で一投だけ異次元の末、足を繰り出し、七場審査で足をした。 勝ちタイムの2分31秒33は従来のレコードタイムを1秒近く更新する驚異的なものであった。騎手を務めたライアン・ムーアはこれがダービー初制覇となった。ダービー制覇後、コバとの初対戦となったキング・ジョージセ世やクイーン・エリザベス・ステークスでは単勝オッズ1.7倍の一番人気に押されたが見せ場なく5着に敗れた。その後ぶっつけで 外旋門賞に出走し、最後の直線でバグに包まれた者の内から追い込み、中山フェスタとの叩き合いの末に、頭差で勝利した。ブリーダーズカップターフには出走登録をしたもの、の、馬場状態が硬すぎると判断し、出走を取り消した。4歳初戦となったブリガディア・ジェラード・ステークスに、単勝2.0倍の一番人気で出走、ポエットに一番審査で勝利した。 エクリプスステークスでは、そうユーシンクの2着、続くキング・ジョージ6世クイーン・エリザベスステークスでは、ナサニエルの2着に敗れる。その後ぶっつけで、連覇のかかった、外線門賞に出走、後方からレースを進めたが直線で伸びることなく12着という、結果に終わった。このレースを最後に引退した。競争場引退後は、ヤシロ大グループに売却され、 2012年より、種ボバとなり、ヤシロイスタリオンステーションで、つなぎようされた。2016年12月、アイルランドに売却されて、次年から、同国のロックハウススタッドで、つなぎようされることが報じられた。ババ状態、FM イコールファーム、GF イコール、グッドツーファーム、GD イコールグッド、GS イコール、グッドツーソフト、 VS イコールベリーソフトタイムランの R は、レコード価値を示す。セントレジャーステークスとパークヒルステークスは、距離が約2900メートル、ロワイヤ流章は2500メートル、グレートボルティジュールステークスは約2400メートルと、母系はスタミナ色が強い。配合面では、ニューレイエフとサドラー S ウェルズの4分の3同結クロスが、発生しているのが特徴。 ありがとうございます。